武器のロックを解除します。
静かな方が好きだ。よし。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。荷物を納品します。フラジャイルエクスプレスじゃないのか。ああなるほど、ブリッジズが ID を借りて運んでくれたのか。ありがとう、ご苦労様。荷物は受け取るよ。荷物の状態はまるで新品だ。こんな状態のいいものを久しぶりに見たよ。ありがとう。大変だっただろう。しかしあんたいいのか。ミドルノットを全滅させたのはリーダーのフラジャイルなんだろ。テロリストの仲間だ。もう荷物を運ぶ資格はない。だからあんたたちが代わりに荷物を運んでいるんだな。噂はやっぱり本当だったんだ。だとしたらブリッジズも信用できないな。このところまた物騒なテロが起き始めた。アメリカ再建の動きが分離過激派を刺激したらしいじゃないか。あんたたちとつながれば俺の脅威も増える。必要なものを確実に運んでくれれば俺はそれでいいんだ。その一つがこの血液グレネードでもある。開発したのは評価する。だがこれを UCA が独占する必要はない。この辺りにはどこにも属していないポーターたちもいる。こいつを量産してそいつらにも渡してあげたいんだ。あんたはいいやつだ。苦労は認める。俺の荷物を運んでくれたしな。だがカイラル通信をつなげというなら大事だ。
もう少し信用しないとな。だから俺の依頼をもう一つ聞いてくれないか。どうだ、依頼を出すよ。配送端末で見てくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。シティの近くに廃墟になったショッピングモールの跡地がある。 DS 以前からの廃墟だ。クラフトマンはそこに住んでいた。だが爆破テロ以来そこにも奴らが座礁するようになったらしい。それでクラフトマンは現在の場所に移動することになった。ろくな準備も身支度もできなかったそうだ。そこで彼の依頼はこうだ。ツールキットを回収しシェルターに持ってきてほしいと。住居入り口のロックは依頼受注時に遠隔で解除するそうだ。現地は BT の座礁地帯。当然非常に危険な場所だ。だがそれを回収することができたら我々の望みにも応えるつもりがあると言ってくれている。ツールキットは昔住んでたシェルターにある。荷物 ID タグをつけてあるから場所はすぐ分かるはずだ。入り口は無線で解除しておく。ああ、運んでくれた血液グレネードを分けてあげよう。奴らがいるから持っていけば役に立ってくれるだろう。じゃあ頼んだぞ。頑張れよ。こんにちは。頑張れよ。武器のロックを解除します。こんにちは。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID。 を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。武器のロックを解除します。
よし。
Thank you.
よし。よし。ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。荷物を納品します。本当か？大したもんだな。回収してきてくれるとは。使い慣れた道具なんだ。こいつにいろんな思い出が詰まってる。カイラルプリンターで作れない俺の人生が実は無理だと思ってたんだ。ああ、これだよ。こいつを待ってた。これでまたいい武器を作るぞ。サム・ブリッジズ、あんたは天才だ。ありがとには世話になっていた。感謝もしていた。だがヒグスと組んでるなら信用するわけにはいかない。そうは言ってもテロリストたちは増え、行動も過激になっている。それに立ち向かうには俺たちもまとまらないとな。あんたみたいなのがいるなら俺は UCA に加盟してもいい。新しいアメリカが俺たちを守ってくれるんだろ。カエラル通信をつないでくれ。
ありがとう。俺は役に立つ道具をこれからも作っていくよ。シェルターに一人でいてもカイラル通信がつないでくれる。これが UCA を作るということか。お、そうだ、これは俺が作ったボーラガンという武器だ。相手はしばらく身動きが取れなくなる。殺傷能力はない。行動の自由を一時的に奪うだけだ。必要になったら使ってくれ。ボーラガン？へえ、興味深い武器ね。ワイヤーを打って相手を拘束する非殺傷武器だけど、ワイヤーの代わりにストランドを使うとあなたの血が作用して BT にも効果が出るはず。 BT にも試してみて。サム、よくやった。予定していた3カ所は全てつながった。君がつないでくれたおかげでカイラル通信は順調に稼働している。次はこのエリアの中継地点でもある配送センターへつなぐ。だがその前に優先して片付けなければならない問題が起きてしまったんだ。レイクノットシティのシステムサーバーの一部がミュールに奪われた。修理したハードウェアを運搬している最中のことだったらしい。このサーバーの中には新配送システムの検証データが保管されていた。カイラル通信の稼働を前提にした新システムのためのデータだ。我々にとっては極めて重要なものだ。だがミュールにとっては全く無意味なデータだ。推測だが目的はサーバーに使われているカイラル結晶やレアメタルだろう。放っておけばデータが失われる可能性もある。そこでこのサーバーをミュールの集荷基地から奪い返しレイクノットシティに届けてほしい。これは私からの配送依頼だ。詳細は手錠端末を見てくれ。
解除します。よし、静かな方が好きだ。開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジズ。されました。
武器のロックを解除します。最高。サム、
いいね。Yeah.